はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は23年福岡評価&考察ということで、まあ、シーズン開幕前のプレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、まあシーズン開幕近づいてきております。まあここに来てサイドバックは小田選手の獲得も発表されますしね。で僕はこのチャンネルはですけれども ね九州勢浦レッズというのをやっぱ応援しているわけでございますんで、アビスパ福岡も今年も全試合、レビュープレビューの方やっていこうと思っているんですけれどもね。そんな福岡さ、今年の考察の方やっていこうと思って最後までよろしくお願いいたしますということでございまして、まあ、早速やっていきましょうかね。まずこちら、シーズンプレビューということで出しております、まあ、今回見ていくのは移籍のまとめとか、予想スタメンとかポジション別の評価とか、今季注目選手とかやっていこうと思っているので最後までよろしくお願いいたしますということで、その移籍のまとめからやっていきましょう。まずこちら、これが今年のオフの移籍の一覧にはなってきますけれども、まあ、やっぱり最小限の獲得にとど、まっておりますね。まあ出ていった選手の方がちょっと痛いなという感じがしておりますけれども、まあ個人的には北島選手はこの編成であれば残した方が良かったんじゃないかって思うぐらいですけれどもね。ということでまず獲得選手から見ていくと、まあゴールキーパー坂田選手の獲得もありました。でそこから今野選手、まあクルクス選手の後釜という意味で今野選手の獲得にも成功しておりますし、でセンターフォワード、まあ佐藤亮が、まあ僕は佐藤亮が好きな選手でございますんで、まあ J1 どこのクラブでプレーするんだろうと思っていたら、まあ、僕も応援している福岡の加入が決定ということで、これはちょっと楽しみですね。非常に楽しみな選手でございます。そして、亀川選手の復帰、そして小田選手も、まあ、福岡に帰ってくるということでございます。まあ、鳥栖出身の、ね、選手なんですけれど、ただ高校は東福岡ということで、まあ、小田選手のインタビューの、記事とか見ていてもう、まあ、ほぼ地元みたいなもんなんでちゅう話を、されていたんでね、ちょっと期待していこうと思ってますけどもね。はい、ということでこちら、ポジション別の評価ということで、まあ、S から D の5段階評価ですね。であんまりこうねポジションがわからない選手、昨シーズン出番が少なくて、ね、名前は知っているんだけどちょっと細かいポジションの把握ですね。センターバックなら右か左かとか、ボランチなら右か左かとか、そういう細かいところがわからない選手に関しては、名前を入れておりません。まあ、例えば森山選手とかここに本当は、名前入れたいところにはなってきますけれどもね。多分何人かだから名前がない選手はいると思うんでそこはよろしくお願いいたしますということでございますけれど、まずゴールキーパーも A 評価でしょうね。まあ村上さん、元祖は村上さん、この村上選手ですか、本当我々からするとですけれどもね、村上選手がまあ健在というところで、あとゴールキーパー長石選手も昨シーズンね、まあ出番は少なかったですけど、夏場何試合か出てそこでまあ、パフォーマンスねいいのを見せてくれましたよね。確かジュビロ磐田戦でも活躍をしていた印象が昨年ありますんで、このセカンドゴールキーパー、そしてまあサードゴールキーパーでも、坂田選手がいますんで、この3枚結構盤石な感じがしますんで、まあ、A 評価与えておりますけどもね。で、ディフェンダーに関してはまあ A 評価、ちょっと選手層の薄さというのが気にはなりますけど、例えば小田選手と亀川選手、この選手は両サイドバックができる選手ですし、まあ、湯沢選手も一応両サイドバックができるタイプにはなってきますんで、まあ、1人で複数のポジションができる選手がいるという意味では、まあ、選手層に不安が残る反面、しかしまあなんとか回すことができるのかなというのは、ありますけれどもね。であとはだから2年連続でまあ結果を出したディフェンス陣になってきます。まあ、失点数で言うとで2年連続で、まあ、J1 でも少ない方にはなってきますんで、そこの堅守を引っ張った選手が、ね、残留しているというのは相当でかいと思いますけれどもね。であと今年に関して一応4バックで予想はしてますけれどもね、3バックの頻度も増えると思われますんで、まあ、ウィングバックってなると、まあ、亀川選手も小田選手も良さを出せるんじゃないかと思いますし、あとまあウィングバックになると田中達也選手も十分、ウィングバックでやれる選手にはなってきますんで、まあ、ウィングバックで前線の選手で言うと正直田中達也選手、ぐらいしかいないんで、ね、3バックをやるにしてもやっぱりこれ、このサイドバック亀川選手、小田選手、前島選手、この辺がどういう風に、まあ、ウィングバックとなった時にプレーできるかどうかというのもちょっと気にはなりますけどもね。で
中盤ミッドフィールダーはやっぱ C ですかね。うん、まあ例えば前選手とか、中村選手とかね、ルキアン選手、田中達也、そして今野金森で、あの鶴野選手ですね、鶴野選手もなんかサイドハーフに、ね、やってるみたいな話も聞きますんで、まあここだからどう考えるかですよね。多分レギュラークラスの選手で言うと B 評価とか A 評価でもいいのかもしれません。まあルキアンがいて、前選手、中村選手がいて、ね、FC 東京でもしっかり結果残した、今野選手がいるんで、レギュラークラスの選手だけ見ると、まあ、A 評価 B 評価もうちょっと上でもいいのかもしれませんが、例えば選手層、特にボランチは気にはなりますよね。昨シーズン多分中村選手が怪我で、離脱していた時の勝率は多分ね相当悪かったんですよね。前選手と中村選手が同時に出ている時というのは結構勝率は安定、まあ、勝率というか、ね、勝ち点をしっかり稼ぐことが、ね、できていたんですけれども、中村選手不在の間って多分ね1回勝ったかどうかとか多分それぐらいだったと思うんですよね。まあそれぐらいだから中村選手の穴というのは既存の選手で昨年埋めることできなかったんですよね。ただね、そのボランチのところは補強がなかったというところで、本当に中村選手がいるかいないか昨年だいぶこれは勝ち点の数が変わっていた現状がありますんで、そこはやっぱり田辺選手とか、まあ、平塚選手にも期待したところにはなってきますけれどもね。でサイドハーフはだから人選に悩むというかだいぶ限られてしまうんですよね。この 4-4-2 システムでいうと、まあ、左はルキアン選手、田中達也選手がいて、ここになんか鶴野選手が、絡んでくるかどうかというところで、まあね、サイドハーフできない選手がいないわけではないんですけど、ちょっと人選はだいぶ限られる感じがしますんで、まあ、難しいところにはなってきますが、ただ、ね、サイドバックの問題と一緒で、田中達也選手も両サイドハーフできる、金森選手も、まあ、両サイドハーフができるというところになってきますんで、まあ、こう怪我人が出てしまってもなんとかできるというか、なんとか、なるっていう感じがしますけどもね。でフォワードに関しても C 評価ですかね。まあ、もちろん山岸選手の残留というのは相当でかいですしね。であとジョンマリさんが今年は開幕戦からいるというのもサブの、ね、メンバー的にも安定というか、ね、いい選手が揃うというところになってきますが、ただやっぱり昨年ね、山岸選手が得点を、しっかり2桁ゴール決めてくれた反面、その相方がなかなか、得点を決めきることができなかった。確か昨シーズン終盤はファンマー選手が3試合連続で得点決めていたんですけれども、しかしまあファンマー選手、まあ、移籍はしてしまいましたが、そのファンマー選手ですらなかなかシーズン安定した、ね、得点をこう決めることができなかったというのが昨シーズンでございますし、まあ、ジョン・マリさんも得点という意味では、なかなか伸びなかったというのがありますんで、佐藤亮がここにかかる期待は相当でかいです。もう J2 では実績抜群の選手なんでね、この佐藤亮は多分 J1 でも一定の活躍ができるんじゃないかというところでございます。そしてあとルキアンとか、まあ、ジョン・マイさんとかこの辺ですよね。この、外国人選手の奮起にも期待したいところになってきますんで、まあ一応評価としては C ですけれどもね、 C なんだけども、ただルキアンにしても、ジョン・マイさんにしても佐藤亮がにしてもやっぱり持ってるポテンシャルというのは相当高いものがありますんで、評価は C だけど、ただこう活躍する可能性は実際の評価よりもあるんじゃないか、まあ、それこそシーズン終わった頃には、今年の、ね、福岡のフォワード、まあ、B 評価とかね、そんぐらい与えてもいいぐらい活躍したよねっていうのが多分シーズンの終わり頃になるんじゃないかっていうぐらいのポテンシャルはあるメンバーが揃っていますんで、まあ、この評価という意味だし、まあ、ただちょっと、ね、違う評価もあるというところはちょっと、ね、うん、見てほしいところにはできますけどもね。はい、ということでこちら、まあ、今季注目選手でいうとやっぱ佐藤亮がにはなってきますね。まあ、もう J2 では2年連続で結果を出してきていましたし、僕のチャンネルは、まあ、この J2 組、長崎とか大分も、ずっとやっているんで、この佐藤亮がのプレーというのはずっと見てきました。それこそね、まあ、この長崎とか大分の試合関係なく佐藤亮が見るために、ね、ヴェルディの試合を見てとかもしていたんで、本当ずっと僕が個人的に追いかけてきた選手にはなってきますんで、この選手が本当福岡で、どんだけやることができるかどうかというのは本当楽しみでございます。きっと結果を残してくれるんじゃないかと、本当ね、ずっと追いかけていた選手の、加入というのは本当嬉しいものがありますし、だからこそね、しっかり数字を残してほしい選手にはなってきますけれどもね。だから本当山岸選手とのコンビ、そこには期待したいところでございますね。はい、
そしてまあ今回まとめというところでも正直残留争いに巻き込まれる可能性もあるというか、まあ正直残留争いに巻き込まれて欲しくはないですし、でやっぱまあアビスパ福岡もやっぱり応援してるクラブにはなってきますんで、いや残留争いに巻き込まれることはないよってはっきりまあ言いたいんですけれど、ただそこをまあ応援してるからまあ残留争いはないっていうのはちょっと違うのかな。やっぱりこう自分の考えというのはそういう感情は一つ置いておいて着色なしでまあ評価すべきと僕は思いますし、それこそ他のクラブへのリスペクトがなくなってしまうというのがありますんで、まあ応援している、でもやっぱり現実的には残留争いに巻き込まれる可能性は高い。しかし今落ちるような感じはしないんですよね。まあなんだかんだで秋口ぐらいにはまあもう残留争いからも抜け出している感じがしますんで、本当ね昨シーズンがちょっと右肩下がりのシーズンになってしまったんで、ってことで本当ね確かに残留争いに巻き込まれるとか2桁順位にいる期間が今年も長いかもしれませんけど、ただ僕は落ちる予想は全くしていないんでね、本当ここ2年間の J1 で戦った経験値というのは間違いないこのチームはありますんで、ね、そこはやっぱ期待したいところにはなってきますし、で守備も安定してますし、しっかりフォワード陣も補強していますんで得点力、そこを増えるところを期待していこうと思ってますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上パルプンテユーサッカーチャンネルのつっつんでした。よかったらチャンネル登録します。さら。